皆さん、ドローン飛ばしますか？どうも、軟骨です。今日はですね、こちらのドローンを紹介していきたいと思います。はい、こちらがですね、モビラ6-2024というタイニーウープになります。モビラ6っていうと、このハッピーモデルっていうメーカーの本当に代表的な6号機になっているかと思います。いろんなバージョンが出てますし、販売されているシリーズになるんですが、そのまあフルモデルチェンジですね、モビラ6の2024年バージョンというふうな形で発売されました。でこちらの機体がね、本当にすごくて、箱から出してすぐにレースに参加できるようなセッティングの機体になってます。はい。まあ、実際自分もね、こちらの機体を使ってこの間レースに出てきまして、かなりね、いい感じに飛ばすことができたので、こちらの機体ね、たくさんの方に知ってほしいなと思いまして、今日ね、レビューしてみたいなというふうに思います。というわけで、最後もね、よろしくお願いします。はい、それでは今日はこちらのモビラ6-2024を紹介していきたいと思います。で、今のタイニーウープ、まあ、6号機のレースって、世界的にね、本当にトップ層の環境になるんですが、重量をね、とにかく削って、大体25,000kV 以上のモーター、ハイ KV なモーターを分回して飛ばすっていうのが、主流になってます。特にね、重量の点で言うと、大体もう 18g を切って、で世界トップ層がいるウープトピアとか、そういったコミュニティの人たちは 15g とかね、それぐらいの重量でやってるみたいですね。ただね、やっぱり既製品だとそれぐらいの重量になってる機体っていうのはほぼほぼないので、大体自作する必要があったんですね。ただね、こちらのモビラ6-2024、なんとね、重量が 17.7g となってまして、めちゃくちゃ軽いんですね。ほぼね、今のレース用の自作機と、同じようなスペックを持った機体が手に入るっていう風なものになってます。で、実際自分がね、レース用で使っていた機体がこちらになるんですが、ほぼ同じような形ですよね。正直防御力はもう全然なくて、スピードにね、特化したようなセッティングになってます。こちらがね、箱出しで手に入るっていうのが、このモビラ6-2024の大きな、特徴かなというふうに思います。ただね、こちらの2024のバージョンは、ELRS のバージョンしかないので、こちらはね、注意が必要かなと思います。で、こちらの、モビラ6-2024がおすすめな人としては、特にね、レースをがっつりやる人、とか、あとはアクロモードで、外でがっつりね、飛ばして遊びたいっていう人、この2パターンに当てはまる方は、かなりね、こちらの機体を進めるっていうかなというふうには思います。やっぱり先ほど言った通り、めちゃくちゃ軽いですし、箱出しでとてもいい飛びをしてくれるので、こちらの機体、1台持っておくとすごいいいんじゃないかなというふうには思います。で、逆におすすめできない人としては、アングルモードを中心にゆったり飛ばしたいっていう方、そういった方にはこの機体はあんまりおすすめできないかなというふうには思います。あと、初心者の方ですね。こちらの機体、初心者の方にはちょっとおすすめできなくて、その理由としては、先ほど言ったように、防御力がもうほぼゼロなので、特にね、まだ操作に慣れてないっていう場合は、機体のセッティングもかなりピーキーな感じになってますので、防御力のないこの機体はおすすめできないかなというふうには思います。はい、それでは箱の中身紹介していきます。まずね、こちら、シールが入ってます。で、機体と、予備のキャノピー、そして、プロペラとプロペラ外しのセットですね。あとはね、ネジ、モーターのネジと、FC 止めるためのネジの予備が入っています。で、これ自分のやつだけなのかと思うんですが、プロペラがね、なぜか2種類入ってまして、もともと機体についているプロペラ、こちらがね、ジェムファンの 1219S っていう、最近出た軽量の、プロペラがついてたんですね。ただね、付属のプロペラはなぜか1208っていう、また別のプロペラがついてまして、これ、ね、どっちが正しいのかちょっとわからないんですが、おそらくこの1208の方がね、正しいんだと思います。これについてもね、ちょっと後で話したいと思います。以上がね、購入した時の付属品になりまして、本当にね、最小限で、バッテリーだったり、バッテリーの充電器だったりとか、そういうものはついてこない、形になります。その点もちょっと、1台目に買うものというよりは、少し中級者向けの機体になっているのかなというふうには思います。それでは、こちら機体の方をね、細かく埋めていきたいと思います。まず、フライトコントローラーですね。こちらのフライトコントローラー、レシーバー VTX 含めたオールインワンタイプになっています。
レシーバーは ELRS なんですけれども、ELRS シリアル接続のものが、付属しています。なので、まあ、アップデートする際は独立してアップデートするという形になります。で、バッテリーのピックテール、こちらはね、BT2.0 が、ついています。これはね、以前までのモビラ6ですと PH2.0 だったんですけれども、そこから大きなアップデートの一つになっているかなと思います。次にモーターですが、こちらハッピーモデルのSE0702、セカンドエディションですかね。KV は 28,000kVH のものが付いています。これね、重量が、モーター1個につき 1.43g という風になってまして、まあ、かなり軽いモーターが付いています。まあ、最近はね、やっぱり0702が、流行りなので、その辺の流行に乗っかったような形になっているかなと思います。で、プロペラ、先ほども言いましたが、なぜか、自分のやつは最初から 1219S っていうのが付いてまして、おそらく普通に購入されると1208の、プロペラが付いてるんじゃないかなというふうに思います。実際どちらがいいのかっていう問題なんですが、自分で2つ飛ばし比べてみたんですが、実際 1219S の方がね、良かったですね。パワフルでコントロールもしやすい、プロペラになってるかなというふうに思います。モーターとかなりね、相性が良くて、まあ燃費がね、すごいいいんですよ。バッテリーの持ちがすごく良くて、後でね、実際に飛行しているところの様子も見ていただくんですが、その辺も踏まえると、やっぱりこのプロペラはね、1219S にした方がいいんじゃないかなというふうには思います。で、次、VTX についてですが、VTX、FC と一体型のものになってまして、Open VTX というファームを使ってるんですが、25mW から 400mW まで出すことができる VTX が載っています。VTX ね、これね、かなりいいと思います。内蔵型っていうとかなりね、ノイズが乗ったりだとか、変なね、電波を出すっていうものが昔あったんですけれども、まあ内蔵のね、VTX でもこれで、結構ね、綺麗に映像を出すことができるので、この辺はね、全然オンボードでいいじゃんというふうに思いました。はい。400mm 出せばかなりね、遠くまで飛ばすこともできるので、ELRS とね、組み合わせて、少しちょっと離れたところまで、飛ばして遊んでみるっていうのも面白いかなというふうに思います。はい。で、次、カメラですね。こちらも、このカメラも、このね、2024モビラ6の専用のカメラが付いてまして、カメラの名前が FX17B っていうカメラなんですがね、ちょっと覚えにくいですよね、このカメラ。はい。そういったカメラがついてるんですが、FOV、視野角は150度になってます。で、参考までに、他のカメラの視野角、ちょっとね、下の方に載せておこうかなと思うんですが、まあ大体、視野角としてはそこまで広くもなく狭くもなくというふうな形にはなってるかなと思います。自分としては歪みがあるとすごい飛ばしにくいんですけれども、そういったね、歪み、魚眼みたいな歪みはなくて、すごいね、飛ばしやすいカメラでした。感覚としてはランカムナノ3に結構近いんじゃないかなというふうには思います。解像度がね、最近の FPV カメラ C03 とか、アデクサアントとか、そういったものに比べるとちょっとね、低いんですけれども、まあ、800テレビラインっていうと、ランカムナノ3と同じなので、まあ、そこまで問題はないかなとは思います。で、このキャノピーですね。このキャノピーがね、結構良くて、この形って、ベータ FPV が最近出したエアーキャノピーとね、すごい似てるんですけれども、エアーキャノピーよりも角度を浅くすることができるので、まあ自分は、だいたい35度ぐらいが好みなので、この穴、3つ目の穴を止めてるんですけれども、1つ目の穴で止めてしまえば、これカメラの角度10度とかそれぐらいにできるので、まあその辺はね、あんまりカメラの角度深くしたくないっていう方にはおすすめできるかなと思います。あと結構ね、柔らかめの素材でできているので、ベータ FPV のエアキャノピーって結構バキバキ割れるっていう問題があったんですけれども、自分結構フラッシュしても今のところ割れてないので、このキャノピー結構いいんじゃないかなというふうには思います。はい。それでは、こちらの機体、実際にね、飛ばしているところをちょっと見ていただきたいなと思います。はい。それでは、フライトの映像を見ていただきたいと思います。まず、一つ目はレースですね。レースっぽく飛ばすというふうな形です。こちらはまあ、もう本当に実際のレースなんですけれども、先日行われたレースで、実際にこちらのモビラ6-2024を飛ばしてみました。で、こちらの映像は、そのレースの時の、3分間の練習の、映像になるんですが、まあ、この時は、もうほぼ、箱出しで、設定はレートだけ変更している、ものになります。レートですが、まあ、アクチュアル、ベータフライトのアクチュアルで、
ピッチ530、ロール530、ヨー500という、まあ、ちょっと、まあ、レース仕様で低めのレートで、飛ばしています。それ以外は本当にあの箱出しから、あと OSD いじったぐらいですかね。ほぼ変更してないので、まあ、このノビラ62024がいかにすごいかっていうのがわかるかなというふうに思います。本当に飛ばしてて、今まで自分が作ってきた機体よりも、まあ、もしかしたら飛ばしやすいかもしれないっていうところで、ちょっとね、複雑な気持ちにもなりましたが、まあ、これからね、レースを始めたいっていう方は、ぜひこの機体、購入してみていただけると、いいんじゃないかなというふうに思ったりします。で、こちらのレース、練習フライトでは、まあ、3分間なんですけれども、まあ、3分間バッテリー交換ありという、まあ、レギュレーションでやったんですが、この機体ですね、すごい燃費が良くて、こういった、まあ、結構ガチで飛ばしてるんですけれども、こういったね、結構スロットルを入れてフライトしても、全然バッテリーが減らないと。全然ね、バッテリーが持ってくれるっていうのがすごい、不思議でした。28000KV のモーターを結構回してるので、まあ、だいたいね、自作すると、だいたい2分持つか持たないかぐらいでバッテリーが、ギリギリな状態になってしまうんですが、この時はもう3分間、1回もね、バッテリーを変えることなく、飛ばし切ることができました。ちなみにこの時使用したバッテリーは、ベータ FPV の、ラーバ、300mAh というバッテリーになります。最近ね、こちらのラーバ使ってるんですけれども、このバッテリーもね、かなりいいですね。まあ、他の 75C、放電能力 75C のバッテリーと、まあ、比べても遜色ないレベルで使い勝手がいいので、最近はこのベータ FPV のラーバをよく使っています。はい。まあ、こんな感じでね、レースにはもう本当にバッチリ使える機体になってるかなというふうに思います。それでは次に、フリースタイルですね、フリースタイル飛ばすときはちょっとねレートを上げまして、まあ、ピッチ800、ロール800、ヨー700という風な形でやってます。エキスポもちょっと入れてます。はい、もう見ていただいて分かる通りもう本当に軽快に飛んでくれて外でね飛ばすとかなり、ね、気持ちいい機体なんじゃないかなと思います。なんか飛ばした感じだと3インチまではいかないけれども、だいたい 2.5 インチぐらいをね、飛ばしているような感覚でした。こうやってね、ダイブしても全然プロップッシュ出ないし、安定してるっていうのも、すごい、この機体のすごいところだなっていうふうに思います。なので、まあ、レースやらない人で、フリースターばっかりやってるっていう方も、この機体、おすすめできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、機体重量 20g でね、これぐらい飛ばせれば、本当に、十分ですよね。はい、かなりおすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。今日はこちらの、モビラ62024を紹介してきました。まあ、こちらね本当に自分の周りの人にも、かなり、ね、おすすめしてるんですが、めちゃくちゃいい飛びするのでぜひ、体感してみてほしいなというふうに思います。こちらで、ね、購入する際はメーカーファイヤーというサイトから、購入していただくと、自分のクーポンが使えますので少し、ね、お安く買うことができますのでぜひ概要欄のリンクの方からチェックしていただけると嬉しいです。それでは、本日はこれで終わりたいと思います。このチャンネルではこのようにドローンのことでしたりいろいろガジェットについての情報を発信しています。なるべくわかりやすく情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、この動画参考になりましたら、ぜひいいねボタンを押していただくとモチベーション上がりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。それではさよなら。